KIT はい、ここから始まる紫帯ルースター級のワンマッチ、渋沢龍馬対鶴丸正義ですね。渋沢選手2年連続のね JBJJF のチャンピオン、青帯と紫帯でチャンピオンになりました。はい、そして今年はね世界選手権ムンジャールに出場もしているワールドクラスの柔術家と言っていいんじゃないでしょうか。それに対する鶴丸正義ですね、福岡県九州から参戦、そしてね39歳、アラフォー、このねアラフォー柔術家のね老獪なテクニックが23歳の若い渋沢にどうやって通用していくのか、そこら辺を注目してほしい一戦です。さあ、まず入場は熊本タトルから鶴丸正義選手、マルチャンチンとニックネームですね。さあ、そして赤コーナー渋沢龍馬選手、ハトスタジオ。渋沢龍馬タトル鶴丸正義、まあ、鶴丸選手は多分情報があんまりなかったので、はい、あまりよくわからないって言ったらそうなんですけれども、ただスポンサーの数がすごいですね。そうですね、ご本人もチケット販売力に定評があるとね、なるほど、豪語する人気もんやな、はい、だから地方柔術家は意外とそういうそのなんだろうな、その強いスポンサーをつけることができるのか、うん、そういう意味では、まあ、よりプロらしいといえばプロらしいですね。そうですね、はい、まあ、人望がないと、まあ、つかないとは思うんですけど、はい、いい人だと思います、はい。芦屋もそういう感じがあるんですか。いや、まあ、やっぱりその協力してくれる人っていうのは絶対に存在しますね。はい、本当ですね、パッチ、柔道着のパッチの数が、ね、本当に当時の出馬湯張りの、ね、スポンサーのパッチ、うん、確かに出馬湯懐かしいですね、はい。さあ、この年齢差のある試合ですが、伊賀さんも割と年上ということで下の選手と当たることあると思うんですが、はいはい、何かこう年上というか、まあ、キャリアとしてかなんかこう 対策は何かありますか、そういう年齢差、体力差。いやぶっちゃけないですねそれはやっぱ経験でカバーみたいなのってありますか。経験っていうか、だんだん年いくと脳技が辛いね。技があった方がやっぱこう掴んで止めれるから、そういう意味ではだから手を使って足を使ってやっぱまずは止めるみたいな、簡単に横突かしさせないよっていうシンプルなことが重要じゃないですかね、はいはい。やっぱりその辺なんか、まあ、省エネ運転というか、そうそうそう、その辺の機動力を向こうに、はい、ね、上げない委ねないっていうかね、うん、だからその点で言ったらちゃんと機動力殺せてますよね、今のダブルガードなんて。そうですね、はい、こううまくかわしている感じはありますね、鶴丸選手。そうですね、レッグウェイパスなんでワンサイドパスになるのかな、片足をピンして頭を突っ込んでいくパスガードですね、はい、はい。手が左手がもう少し深く持てるとうまくコントロールできるんですけど、右足をちゃんと裾持ってる、右で持ってる、はい、もうちょっと左手の引き付けが強くなるといいかなという感じですかね。そうですね、鶴丸さんはあの左足の膝がキーだよね。そうですね、あれでなんとか戻す、戻す距離取ってるからね、はい、あれは。ただ戻るところに足の位置があるので、うん、まあ、まだセーフティーゾーンではありますね。そうね、まだね、あ、これで戻った、はい。さあ、鶴丸選手、やっぱ表を覆して廊下のテクニックを見せるか、うん、はい、アダルト紫帯ルースター級ということで本戦6分ですね。どうですか、その足や、まあ、岩崎さんも、まあ、地方で言えば地方だと思うんですけども、そのなんかこう最近はその地方と例えば東京であるとかっていうの差は感じますか。あ、差はありますね。ある、なるほど、はい、差はありますけれども、まあ、それをどうするかっていうのは多分道場 その色で、道場のやり方次第で、なるほど、はい、縮まるものだとは思うので、はい、ただやはり東京の方が大会を開いたときにその競合が集まりやすいのがあるっていう
ところはありますね。人が集まりやすいとか、あとまあ単純にやっぱりそのまあ出稽古的なところもやっぱりしやすいですもんね。そうですね、うん、いいワンサイドパスだな。引き上げていきたいんだから、うん、右手裾にすっごいこだわってるな、はい、重要だよな、潰してる。あと帯持ってるですね、鶴丸選手が帯持ってますね、はい、で足かけてるんで、あ、抜けるか、あ、戻して、この渋沢選手の右手ですね、はい、はい、右手の足は効いてると、あの鶴丸さんさっきも言ってるけど、あの左膝がもう最後の、はい、そうですね、砦で、砦で、ただもうだんだん距離が潰れてきちゃってるんで、うん、すくいに行ったんで逆に寄っちゃったんだ、そうですね、距離は近いな、アタックしに足すくいに行っちゃった、うん、さあ残り時間は2分、まだ足が生きてきた、うん、あ、でもあの肩の寄せがいいな、左肩の、なるほど、渋沢さん、さあだいぶ密着してきましたね、うん、これパスガードが左手で体相当起こしてるね、鶴丸さんの、さあこれをまたいでパスガード、プレッシャーかけてる、だいぶ潰れてきたな、もう、うん、さあ、さあまたいだ、一気にまたいでパス、うん、あの左足が今だいぶ潰れてるんで、あれが膝が横になって潰れてるのか外側になって潰れてるのか全然違いますね、はい、内側に潰されてるから、もう鶴丸さんはちょっともう、まずいですね、殺されてる感じですね、うん、そうですね、さあ一気にまたタイパスパス、そしてマウント、来た、あ、戻す、戻す、うまい、うまい、左膝入れた、うん、しかしこのルールではいくらいいポジションを取ってもポイントにはなりません、ね、おお、そしてまた一気にパス、ああいうのがさっきの若さ、さあ十字だ、ナイス、十字取れるか、取り切れるか、残り1分、アウト、いや我慢強い試合を制しました、結局ああいうキレに最後やられちゃうっていう悲しさもあるんだよね、うん、おじさん柔術家としてはなるほど、私のようなね、いやいやいや、しかしね、十分対抗してみてたんじゃないでしょうか鶴丸選手、そうだね、うん、多分緩急のギアチェンジの差ですね、勝者渋沢龍馬、渋沢龍馬見事一本勝ち、はい、見事な一本勝ち、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、で戦ってみた鶴丸選手どうでしたか、そうですね、まあ、早い段階でパスして、あの自分の得意な形に作ろうと思ったんですけど、なかなかあのガードをしぶとくて苦戦したんですけど、まあ、最後勢いでパスして腕取れてよかったです、はい、この腕中ちょっとね相手も耐えたようなんですが、しっかり決め切りましたね、はい、ちょっと強めにいきましょう、はい、このカメラに向かって見てる皆さんにメッセージをお願いします、まあ、昨日全日本オープンあって本当は勝って両方とも勝って気持ちよくあのこの週末を過ごしたかったんですけど、まあ、負けてしまって昨日は、でも今日勝つことができてよかったです、まだこれから出る試合すべて勝っていってあのもっと有名になれるように頑張りたいと思います、今日はあの参加させていただきありがとうございました、はい、見事な一本勝ちした渋沢選手でした、おめでとうございます、